ドラフトキング、星2。キラキラネームの敏腕野球スカウトの人族のオスが主人公の野球ドラフトのドラフトされるプロ候補のシナリオ。この漫画家が野球がとても大好きだということがとてもよく伝わる自分の好きをいい感じで読者におすすめしてくれるディモールとベネな作品。プロになる人族のそうじゃない人族の差だったり、敏腕ドラフトがどういう風に選手を評価しているのか、だったりがよく描けている。主人公を通してドラフトされる側の人生ドラマを書いているし、最終的に大演壇に落ち着くシナリオだし、何よりも高校野球とプロ野球の選手の体の作りの違いだとかを絵柄で見事に表現しており、ホエーっとなる。